こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはケープベルディ、キングオブキングス。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してケープベルディ花に立ちます。その後ろからは大気シャトル、この馬も上がっていく構えです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。それでは先頭からジャスミンエベレスト先手を取りました。並んで2番フライトワイン、好位置をキープしています。大気シャトル、内からはワーキングキャスター、並んで4番ルカヤンプリンス、ナックルプレス、この馬もこのグループパッションパレス、それに続きます。さあ先頭はキングオブキングス、2番手は大気シャトル、これは絶好の手応え。フライトワイン3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。キングオブキングス先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は大気シャトル、先頭を捉えるか。キングオブキングスいっぱいになった。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わって大気シャトル、大気シャトル先頭、あと 200m、 大気シャトル先頭だ。残り 100m、 大気シャトル粘る、ルカヤンプリンス迫る、大気シャトル、大気シャトル1着、2着にはどうやらルカヤンプリンス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気シャトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ドクタータイム、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ジャスミンムイッシュ前に行きそうです。ドクタータイム、それに続いています。さらにはクリスザベンチャー、6番メジロドーベル、その後ろデューククラブ、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはドクタータイム、その外にジャスミンムイッシュ、好位置をキープしています。メジロドーベル、内からはクリスザベンチャー、その外からザインタ、その後ろにアフターパーク、その隣にボルジア、その横にプライムヒロイン、ベレーバ、すぐ後ろ内からはクリアグレース、その外からカフェブレーブ、最後方にデューククラブ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番ハートフェアリー、一気に先頭に立ちました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ハートフェアリー先手を取りました。その隣にアリゾナアスペン、その後ろからはタイムトリリー、これに続いてザインタ、メジロドーベル、好位をキープ。ドクタータイム、すぐ後ろ黒の帽子クリスザベンチャー、その後ろすぐ隣にアフターパーク、すぐ後ろにベレーバ、緑の帽子ボルジア、その後ろ内からはクリアグレース、並んで15番カフェブレーブ。この辺りで先頭が変わりました。アリゾナアスペン、タイムトリリー、ほとんど差がありません。ハートフェアリー3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はタイムトリリー、タイムトリリー先頭、2番手はアリゾナアステン、先頭を捉えるか。さあメジロドーベル一気に来た。残り 200m、 タイムトリリー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ボルジア抜けた。ザインタ追いすがります。ボルジア、ボルジア1着、2着にはどうやらザインタ、勝ったのはボルジア、見事な勝利です。
こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはチャペルグバイン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくチャペルグバイン行きました。続いて前へ行くのはクワイエットエンジェル、さらにはアルジャブル、7番ビーチアクト、その後ろシュアエクセレント。どうやら後方からの競馬。それでは先頭から先手を取ったのはチャペルグバイン、その外からアルジャブル、内からはクワイエットエンジェル、その外からデューストーン、内からはビーチアクト、その外からソウルオーロラ、内からはジムクライ、並んで6番ウエスタンシャトル、内からはジャングルタイム、その外からクロスゲラ。さあ先頭はアルジャブル。ここで先頭が入れ替わりました。チャペルギバイン、アルジャブル、2番手に控えましたデューストーン、3番手。さあアドマイヤベガ前を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はアルジャブル、あと 200m、 先頭はアルジャブル、一気に捉えるか。アドマイヤベガ、アドマイヤベガ抜けた。アルジャブル追いすがります。アドマイヤベガもう一伸び。アドマイヤベガ、アドマイヤベガ1着、2着にはどうやらアルジャブル。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アドマイヤベガ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはゴールドプリテンダー、ワインキャップ、この馬も好スタートを切りました。リップシーカー前に行きそうです。ゴールドプリテンダー、それに続いています。さらにはロスアメジスト、13番ミッキーハーバー、その後ろクリスタルグルーヴ、後方に控えました。もう一度先頭から、先手を取ったのはワインキャップ、その外にキングリセス、ゴールドプリテンダー、そのうちに続いています。その隣にロスアメジスト、エアコネクション、そのうちに続いています。その外にシネマフラッグ、その隣にバイト&パワー。後ろからの競馬になりました。ステイゴールド、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。サンシャインメーカーすぐ後ろ、その後ろにアクティブエスケープ、さらにはインドイーグル、最後方にクリスタルグルーヴ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、7番ハワイアンライツ、レースを引っ張ります。その隣にワインキャップ、その外にリッチシーカー、黄色の帽子キングリセス、その後ろすぐ隣にゴールドプリテンダー、その横にエアコネクション、オレンジの帽子ミッキーハーバー、その後ろすぐ隣にシネマフラッグ。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはハワイアンライツ、その外にリッチシーカー、黄色の帽子キングリセス、その後ろ内からはマックスガイドブック、並んで9番ワインキャップ、ゴールドプリテンダー、この馬もこのグループ、ピンクの帽子ステイゴールド、いい位置につけました。並んで13番ミッキーハーバー、クリスタルグルーヴ、そのうちに続いています。その外にシネマフラッグ、並んで4番エアコネクション、ロスアメジスト、この馬もこのグループ、リンドイーグル、すぐ後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてハワイアンライツ、キングリセス、ほとんど差がありません。マックスガイドブック3番手。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはクリスタルグルーヴ、リッチシーカー、先頭あと 200m、 ステイゴールド伸びてきた。マックスガイドブック必死に追いすがります。2番手はマックスガイドブック、ステイゴールド、ゴールイン、ステイゴールド1着、2着はマックスガイドブック。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ステイゴールド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はカリビアン茜、ペインテッドブラック、先頭2番手はクリムゾンマター、大輝サミット追いすがります。ペインテッドブラック、もう一伸び、ペインテッドブラック、ペインテッドブラック、1着、2着にはどうやら大輝サミット、ペインテッドブラック、見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はマチカネフォード、あと 200m、 先頭はマチカネフォード、一気に捉えるか、ゴールドティアラ、ゴールドティアラ抜けた、2番手はマチカネフォード、ゴールドティアラ1着、ゴールドティアラ1着、2着はマチカネフォード、これは物が違う、ゴールドティアラ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はファインブルー、ユリノヨーク、先頭2番手はメインシュア、先頭を捉えるか、さあオースミブライト一気に来た、あと 200m、 先頭はメインシュア、ユリノヨーク必死に追いすがります。ユリノヨーク抜けた、メインシュア追いすがります。ユリノヨーク先頭だ、ユリノヨーク、ユリノヨーク1着、2着以下は混戦です。勝ったのはユリノヨーク。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はグレートキネマ、残り 200m、 エイシンビーム伸びてきた、エイシンビーム先頭、鶴丸剛追いすがります。エイシンビーム先頭だ、エイシンビーム、エイシンビーム1着、2着にはどうやら鶴丸剛、エイシンビーム見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。
さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭はエリザベスヒーロー。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は A 大クイーン。先頭を捉えるか。あと 200m。 エリザベスヒーロー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。エアデジャブ先頭。エリモエクセル追いすがります。エアデジャブ1着。エアデジャブ1着。2着にはどうやらエリモエクセル。エアデジャブ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。